今日のエロットのコーナーなんですけども、はい、あの最近ね、元阪神に元オリックスのアデルリン・ロドリゲスね、あの略してエロットが入ったところ で最近一軍にもね、ちらほら出始めてて、そのちょっとね、結果を毎日また報告させてもらってるんですけども、昨日からね、ロドリゲス選手一軍に昇格しまして、まず昨日ね、代打で出てきたんですよ。代打が来日初打席。はい。ここでいきなり、逆方向に、タイムリーツーベース打ってるんですよ。逆方向にね。これで来日初打席初ヒット、初打点、初物尽くしやったんですよね。この時点で、僕ちょっと待てようと思ったんですよ。ロドリゲス選手、逆方向に打ちましたと。それほんまにロドリゲスかと。オリックス時代のロドリゲス選手思い出してください。完全なるプルヒッター。外の球も強引に引っ張る。まあ、当たれば飛ぶけども、まあ、三振も多いと。うん、ロサルト。だから前の動画でも言いましたよね。もうロドリゲスは絶対ロサルト。外すらクルックルやと。はい。そんなロドリゲスが、逆方向になんか逆らわずに、なんか木のタイムリー打ってるんですよ。はい。うん、この時点でちょっと僕おかしいと思ったんですよね。で、本日はロドリゲス選手、ついに今日スタメンになりましたね、スタメンにね。7番ファーストでね。はい、まずロドリゲス選手、最初の打席。うん、ここはまあ、チェンジアップにね、三振して。あー、やっぱロドリゲスやと。やっぱ、俺の知ってるロドリゲスやとね、申し上げたんですけど、これ次の打席ですね。これ次の打席普通にヒット打ってるんですよ。はい。これも強引なバッティングではないんですよね。はい。ロドリゲスここヒットで。で、これ6回までこれのワンバンする球に三振して、あ、やっぱりいつものロドリゲスだと。で、これ8回ですね。これ阪神はね、この1点リードというね、ちょっと切羽詰まった場面だったんですけど、ここでロドリゲス選手にチャンスで回ってきましたと。はい。ここでロドリゲス選手、これ内角の球を、これ、センターに持っていって、タイムリーヒット。ロドリゲス選手今日、4打数2安打。まあ、2三振なんですけども、ロドリゲスらしさは残しつつも、やっぱバッティング内容が明らかに、このオリックス時代と違うんですよ。昨日も逆方向のバッティングで、今日もね、本当まあ、ホームラン、まあ、打てたらいいなって感じだけども、ちゃんとヒットコースに飛ばしてるでしょ。扇風機じゃないんですよ。全然聞いた話違うんですよ。極めつけはこれバッティングの方もそうなんですけども、これ守備？うん。オリックスの時、ロドリゲス選手、まあ、守備が壊滅的やったんですよね。これ、ファーストやらせても、ポロ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 するし、ね、全然動かんし、ね、もう外野なんか論外ですからね、ロドリゲス選手。というところで、今日ロドリゲス選手、ファーストに入って、これ4回ですね、一塁線に飛んだ球を、これスライディングキャッチ。はい。これでアウト取りましたと。はい。ロドリゲス、ファインプレー。うん。オリックスの聞いたことない、そんな。別人やん。ロドリゲス帰ってこいよ、お前！おい、ロドリゲス何があったんや、マイナーで。オリックスにおった時、うん、外の落ちる球くるくる、守備壊滅的。正直ロドリゲスに関しては、僕オリックス時代、さよなら逆転スリーランの記憶しかないっすよ。それ以外まともなロドリゲスの記憶がないんですよ。にもかかわらず、この阪神タイガースで、もう来日2試合目にして、もう阪神ファンを虜にしてると。ロドリゲスよ、そんなに甲子園の空気がうまいか、そんなに甲子園の大観衆は、心地よいか、そんなにオリックスの無観客試合は、息苦しかったかねえ、大観衆、今日もうロドリゲス打った時も大歓声上がってましたけど、はい。やっぱ歓声受けてに気合入るタイプなんですかね。なんかマイナーで覚醒したか分かんないですけど、オリックスで全然ダメで、で、なんか分からんけど、日本に来て、ね、違うチームで活躍するって、もう、セギノールか、それ。セギノールもなんかオリックス時代全然パッとせんくて、で、一回アメリカ帰って、で、日ハム来たらホームランを取って、で、なんか楽天でも活躍して、で、オリックスもまあ、古巣ってことで、ここぞとばかりにセギノールをまだ獲得したんですよね、復帰で。したらオリックスってまだ全然ダメっていう。うん、オリックスの空気が全然合わんかったで、オリックスだけ活躍しないっていうセギノールってのがおったんですけど、ロドリゲスもセギノール集すんな、おい。はい、阪神もね、ロハスジュニアが相変わらず全然打ってなくて、マルテ選手も全然ね、怪我から復帰しないでこって、これロドリゲス選手がいよいよこれ、阪神タイガースにとってかなり重要な存在になるんじゃないかなということで、まあ交流戦終わってくれってよかったですけども、ロドリゲスにオリックスは交流戦でボコられたら僕脳破壊されますからね。あんだけオリックス時代に全然あかんかったの外国人がね、阪神縦島のユニフォーム着てオリックスボコるって、もうそれ脳破壊ですからね。はい、まあ日本シリーズで当たらないことを祈るんですけど、ちょっとロドリゲスちょっとまあ頑張ってほしいですけどね。はい、頑張って、もう応援してるから毎回動画の最後に結果報告してるんですけど、ちょっと別人になりすぎてて、今度これ偽名使ってないですかね。偽名使ってなんか別人が入ってんじゃいますか。
これ。あの、ほんまもんの A ロットちゃうか、これ。うん、アレックス・ロドリゲス。オリックスに来てた A ロットは、あの、アデル・リン・ロドリゲスって偽物で、今あの、阪神にいるロドリゲスが、あの、ほんまものアレックス・ロドリゲスかもしんないですね。もう、レジェンドですから、まあ、引退してもこんだけ打てるんかわかんないですけど。まあ、オリックスには、まあ、ロドリゲスに頼らずとも、あの、最後の切り札がね、助っ人いるんで、あの、ラベロっていうね。マッカーシーが今日ね、あの、発熱で落ちちゃったんで、やっぱそこの代わりって、もう、ラベロしか務まらないと思うんですよ。もう、ロドリゲスでもなく、マッカーシーでもなく、バレラでもなく、やっぱラベロやなと。ラベロ早く帰ってこいという地区に。うん、ラベロー